はい、今日の弁当はですね、サーモンと、ブロッコリーとうずら、そして下に米が入ってます。こんな感じで、朝、弁当みたいな感じでね、3食分4食分って作って、これを細かく食べるようにしてます。米はね、今 150g に減らしたんですけど、まあ、体少しずつ変わってはいるんですけど、体重の減りがちょっと弱いんで、夜のカーボは、今日からまた段階踏んで抜いていきます。はい、ってことでね なんか新しいね。カメラね、最近いいやつをちょっと買って、新しいの。でね、これからこういうトレーニング動画とかね、美味しく見せたいものは、ちょっとね、このカメラで撮っていきたいなと思ってます。はい。で、今日ですね、てか、最近もう、朝ね、ご飯バーンって作って、で、米はトレーニング、朝とトレーニング前はね、150g 取るようにしてるんですけど、夜はもうね、米、今日から、取らないで抜いていきます。で、理由は体はね、少しずつ変化してきてるんですけど、ちょっとね、ペース遅いなと思って。で、まあもう3ヶ月とちょっと、あるんですけど、ちょっとね、2ヶ月前にある程度形にしていきたいんで、目標はトグル90%が2ヶ月前なんで、ちょっとね、夜の糖質、抜いていきます。まあ、それがね、一番僕的にはやっぱ効果が出るかな。まあ、トレーニング前はね、ちょっと重量とかパワー落としたくないんで、朝とトレーニング前は、しっかりタンパク質と、米食べます。最近魚はね、良質な脂少し取りたいなって時は サーモン食べるようにします。サーモンで、今日のトレは、背中トレやります。背中で、最近ね、多いのが背中、肩、足、胸で、胸の日に2頭とかで、肩の日、背中の日か、2、3頭とか入れたいして、腕の日はどっかで消化しながら、また肩、背中みたいなが多いっすね。2回目の肩と背中の時は、まあ、自分の中で弱点の、強化とか、テーマ決めて、この日はちょっとプローバー系で広背筋の下部中心に攻めるとか、まあ、メインのね、ちょっと重量扱う種目1種目と、プラスアルファ2種目が全部で3種目ぐらいかな、2回目のトレは。で、肩の場合だったら、サイド系の種目を多くしてみたりとか、普段やるのはアップライトローから、目に組んでみたりとか、そんなんでね、調整してます。で、今回はね、最初カロリー計算した食事で、3ヶ月、もうあれが1ヶ月近く経つのかな、3週間ぐらいやってって、確かにパワー落ちないのと、パワー落ちないんだけど、バーンってやっぱ体重が落ちることもあんまりなくて、でやっぱようやく変化してるんですけど、まあ、今までの僕の自分の減量の感じだと、やっぱ夜の糖質を最初にパンって抜くっていうのが結構やっぱ変化大きくて、最初にそれで4、5キロぐらい落ちるんですよね。で、そっから微調整していくっていうのが結構多かったんで、で、今回はね、もうすでに有酸素とかも始めてるんで、あと2ヶ月、3ヶ月ちょっとですけど、2ヶ月で仕上げるつもりのペースで、ちょっとここからね、パワーアップしていきたいんで、ハイペースアップしていきたいんで、夜に糖質、ここから抜き始めます。はい、で、これ食べたらトレーニングいってきます。じゃあ、ジムで会いましょう。で、ラットは、僕はやっぱりストレートバーが一番、入ってるというかね、チキンでストレートバーにしていきます。
背中は、基本的に20レップ弱い部位はあざみさんメニューでやることが多いですけど、20レップをちょっと目標に、やっていきたいと思います。ゴー。My boss a fucking jerk. They call it a paycheck. It's really disrespect. That shit's so low I can't afford to call collect. And that's badder than Mike Jack with the white socks. I'm steady slaving for days. Just give me one shot. Slaving all day, slaving all night. Works long days and works long nights. Slaving all day, slaving all night. Works long days and works long nights. Slaving all day, slaving all night. Works long days and works long nights. これアップなんで次からメインで、20レップで、まず多めで2セットで軽めでもう2セット。See my passion keeps on passing me, I'm getting older. That's why I rarely let people at my job know I rap. Cause that just turned to some circus like I'm an acrobat. And my co-work is a nosy and I don't miss it hardly. Can you do a rap at a job Christmas party? Hell no, you ain't shit offended, you would ask me to. Don't get it twisted that I'm working here cause I'm just passing through. But they don't believe me cause I've been here for years working. And so it's seeming it's dreaming the rapping ain't working. On a professional level it's so objectionable. Shovel I'm doing dirt with so every day I work shit. I'm steady slaving, behaving just like I'm Roots Telvin. I feel dejected, rejected, sit on my stoop slowly. はい、じゃあ次の2セットは、ちょっと軽めにしてね、さっきの重量の、どんぐらいだろう、マイナス30キロぐらいかにして、しっかり、丁寧に意識してやります。はい、じゃあ次はね、このチーズとハンマーカールで2種目目やります。でこれはですね、もし今エニタイムとか言ってる人多いから多分これもしあったら、これ本当にいいマシンなんで、結構背中の種目として取り入れるようにしてみてください。でこれワンハンドで動くんで、例えばよく質問あるのが筋肉の左右差どうしたらいいですかとか、結構ワンハンドで、弱い方に合わせて引いたりで、まさに、ね、こういうマシンとかも言ってもらうと、あとこれは椅子の高さによって、このグリップがね、手持ちが、こう持ったりとかこう持ったりとかできるんで、例えばですけど椅子の位置ちょっと低めに持ってって、肩甲骨の、内転の動き重視で、背中のね上の方を狙うとか、で椅子の位置ちょっと高めにして、これちょっとフルオーバーっぽいような微妙にちょっと引いてあげれば、怖い手の方もね、骨盤しっかり前傾すれば、怖い手に狙わされたりもできるんで、まあ本当椅子の位置とか、手持ちでいろいろ意識できるんで、僕的に結構背中の中でも、いいマシンかなと思ってます。ぜひね、これある場合はいろいろ手持ちだったりとか、あとは椅子の位置変えて試してみてください。で今日は、椅子の位置はちょっと高めかな、高めにして、しっかり骨盤前傾して、僕はね、この下の広背筋の、カメラの方がちょっと弱いんで、そこをしっかり、厚みというかね、しっかり意識してやっていきます。これあれだな、20レップのあざみさん式だから、座ったら引けねえな。これちょっと座ったら引けないんで、立ち上がっていきます。忘れてた。始まっちゃった。Stuck in between, wishing on a dream, slow motion. Everything ain't nothing like it seems. Stuck in between, wishing on a dream, slow motion. Everything ain't nothing like it seems. Stuck in between, wishing for a dream. はい、次3種目目がこの DY ロー。DY ローってなんで DY ローっていうと。ドリアン・イエーツっていうね、あの有名な背中の、ミスターオリンピックの中で5回か6回やった選手がいるんですけども、の名前がついたのがドリアン・イエーツの DY ロー。ドリアン・イエーツは
過去のミスターオリンピアで最高峰の、ね、背中、最高峰はロニコルマン、まあ、背中がね、その歴代の選手の中でもダントツで強かったということで、それで、ついたんですけど、かっこいいよね、ディヴァイド、ドリエン・イエスト、マシンの名前やっちゃおう、そのうち、僕もなんかレジェンド化して、GIN ローとか。僕の場合ベンチか GIN プレスとか使わないかな、ねか、and nobody can fuck with me, reluctantly you're done. But if you ever feel ambitious, and vicious is what you need, son. Six biggies, ten puns, three pox and three hoopties. Six cities, ten nuns, three glocks and three fujis. Tall cake, I brawl straight, eclectic brawl straight. I make you feel protected like they do from Allstate. Now wait, I penetrate and invade and disintegrate your ass. Couldn't get... Hey, just you, 僕がいつもやる弁当オーバーローと、ハーフデッドの中間の種目をやります。名付けてハーフデッドロThat's just me hanging from my legs and waving all my hands. このマラソンに持ってきてるのはこれで最初潰すと他の種目が何もできなくなっちゃうんで、結構ねバーベルとかフリーウェイト系の重量扱う系を最後に持ってきても、僕の場合ですけど結構重量扱えるんで、あえて最後に持ってくることが多いです。結構レッド系の種目は僕は最初にやっちゃうとそれでもう結構オールアウトしちゃって他の種目できなくなるので最後に来てみます。はい、で今日これ2枚半で、20レップやっていきます。